はい、どうも、しこです。よいしょ、ちょっと熱いと。さあ、今日も開封動画をあげます。ちょっとね、いろいろ買ってたんですけどね、開けるタイミングなくてすごい溜まってて、いっぺんにちょっと開封していこうかなと、開封開封していこうかなと思います。ちょいちょいね、リサイクルショップだったり、まあ、中古のゲームショップだったり行って、ゲームをね、調達はしてたんですけど、まあ、ちょっと開けるタイミングなくて、今に至っております。ちょっとね、何本ぐらい、もう20本ぐらいあるかもしれません、もしかしたら。まあ、開けていこうかなと思います。もう尺があれなんで、もうちゃっちゃがで、まあ、前回福袋弟が作ってくれたやつを開けまして、でその後またね、なんか弟にちょっとお金出して、ちょっと 何円か分で買ってきてみたいな感じで、リサイクルショップ行ってなんかめぼしいもの買ってきてもらったんで、それもあったり、あと自分で買ったりっていうので、いろいろあるんで開けていきたいと思います。まずこちら、ウィーレ初代100円。初代ウィーレはやばいんじゃないですかね。なんか、当初のウィーレってあんま人気なくて、同時にコナミから出てた、なんだっけ、フォーメーションサッカーじゃない、なんかもう一個あるんですよね。実況ワールドサッカーかな、なんかわかんないけど、もう一個コナミ出してたんですよね。そっちの方が当初は人気あったみたいですけど、だんだんウィーニングイレブンの方が人気になってくるんですけど、最初は、結構荒削りだったような感じみたいですね。うわ、赤いよ、ディスク。こういう感じなんですね。説明書もあります。まあ、でも J リーグっすね。J リーグって書いてますね。3D グラフィックで感動のなんちゃら、みたいなね、感じです。いや、難しいぞ、初代は。多分、3でも難しかったからね、やりましたけど。はい、次いきます。次こちら。K1。グランプリ98 55円。いや、 K1 は分からん。これ誰だろうね、全然知らねえんだよな。あ、ミルコクロコップとかって K1 じゃないんだっけ、あれ。もう全然、アーネストホーストとか、あれも K1 じゃないんだっけ。全然知らねえわ。はい、格闘ゲームの、まあ、一種だと思います。K1 は分からん。次いきます。はい、スナイパーですね。これは多分自分で買ったやつかな。シンプルシリーズ220円です。これ確か声優が豪華なんですよね。なんだっけ、池田なんちゃらさんだっけ。それ池田秀一さん、あんま僕声優詳しくないけど、有名声優なんでしょう。なんか動画で見たことあるんですよね。まあ、その名の通り、スナイプするゲームなんですけどね。暗殺するゲームなんですけど。まあ、面繰り型の感じです。で、毎回ターゲットが指定されて、そいつを倒せっていう感じですね。意外とシンプルシリーズの中では面白い部類のゲームなんじゃないかなと思います。はい。これ確か続編もあるので、まあ、これクリアしたら2もね、やってみようかなと思います。さあ、次行きましょう。あとはこれ、次か、これザ・ダーツ。まあ、ダーツのシンプルシリーズです。300円。まあ、これはまあ普通に面白いでしょうね。で、このダーツのまあルール説明もなんか載ってます。いろいろあるんですよね。僕好きなのはね、なんだろうな、クリケットとか好きですね。あと何、カウントダウンっていうのは、ゼロにどんどんしていく、ゼロにしたら勝ちみたいなモードとか好きなんですよね。これ面白いと思います。次はちょっと PS 系から。次これ、鉄拳3。これはまあ普通に名作なんじゃないですかね。まあ、鉄拳正直やったことないですけど。格ゲーマジで僕ね、
よく店に昔あった私有台とかでしかやったことなくて、家でやったことないもんな。買ったことないもんな。まあ、プレステ4以降にそのなんだっけ、ストリートファイター5とかは買ったことありますけど、あれもちょろっとしかやんないでやめちゃったし、センスねえなと思って、やっぱ敷居がね、格ゲーは高いなって感じちゃうんですよね。コンポとかがやっぱ難しいから、覚えるに至んないですよね。結構ちょっとその初動の忍耐力が問われる、そんなゲームジャンルかなという感じがします。ほんとハマる人はハマるんでしょうけど、まあでも鉄拳はちょっとね、やったことないし、ちょっとね、ストーリーもなんかあるっぽいし、まあやってみてもいいかなとは、はい、思ってます。さあ次行きましょうか。どんどん行きましょう。次こちら、リッチレーサーレボリューションですね。これリッチレーサー続編なんかな、これよくわかんないけど、初代リッチレーサー僕持ってますけど、ちょっと時系列わかんない、2の次にこれなのか、それとも初代の次がこれなのか。でも初代のリッチレーサーとちょっと似てんだよね、パッケージというこの表紙がね。で通信対戦、通信対戦あんのこれ。対戦ケーブル、あ、なんかよくわかんないけど、ネットワークが売りのリッチレーサーってことですかね。はい、次行きましょう。こっからプレ2かな。まずもうサッカーゲーが多いですよね。はい、 FIFA サッカー、これ中田秀がポリゴンの、これね懐かしいわ。当時もね、なんか店で見たことがありましたね。なんかゲオとか行ったら並んでたかもな。まあ、これいつのだ、2001年とかのゲームだと思います、多分。あ、2000年か、まだ僕幼稚園ですね。でもこの時まだ僕プレ2持ってないからな。なんかでも中古ショップとかでこの表紙見た覚えあるんだよな。はい、 FIFA ですね。昔の FIFA あんま面白くないんですよね。でもね、動きもなんか難しいし、パスも今はあのショートパスとロングパスの内訳って当たり前なんですけど、ボタンが違って三角ボタンと×ボタンみたいな感じで分けられてんだけど、昔の FIFA はもうロングパスもショートパスも全部マニュアルで、しかも同じボタンっていうね、めちゃくちゃむずいんですよね。あんなゲーム誰ができんねんっていう、今となっては思いますけどね。すっごい難しいと思います。次こちら、それなら君が代表監督。これはね、サッカーゲームなんだけど、シミュレーションゲームです。まあ差がつくみたいなもんで、采配とかをねメインに扱うゲームで、自分は操作は、その選手の操作はしないっていう。これ僕でずっと探してましてね、これは弟が見つけて買ってきてくれたんですけど、これもね2002年ワールドカップのまあタイアップゲームっていうか、まあ流れに乗ったゲームですね。ほんとね、この時代はね、そのサッカー人気に乗ったゲーム多くて、まあ自国開催ですから当たり前なんでしょうけど、すげえ盛り上がりを見せてたっていうのが、まあこのこっからも分かりますね。そして EA のゲームなんですね、これね、知らなかったけど。はい、こんな感じでございます。これ確か攻略本とかもあるんで、まあなんか買って攻略見ながらやるのも面白いかもね。はい、これはちょっとやってみたいなと思います。代表監督のね、あのゲームって珍しいと思うんで。はい、次こちら、フットボールキングダムです。これ中村俊輔パッケージ、これもね見たことあったんだけど全然触れたことはないゲームで、どんなゲームかあんま分かんないんですけど、まあでも見た感じなんだろうな、リベログランデっぽいよな。
まあ、ナムコだしな。ナムコだよね、確かリベログランデって。違ったっけ。なんか結構、その、リアルを追求した、サッカーゲームというか、リアル、なんて言うんだろうな。結構、なんかナムコのサッカーゲームって、一人に焦点当てたゲームが多いというか、選手一人一人というか。リベログランデも選手一人を操作するっていう。で、他の選手は AI で動くみたいなゲームなんですけどね。まあ、これがどうかわかんない。これは多分、全部の選手を動かすサッカーゲームだと思うんですけど。まあ、ウィーニングイレブンとかとはまたちょっと違うんですよね。その、なんだろう、アプローチが違うというかね、ゲームの。これはこれで全然面白いと思います。まあ、やったことないんで、どっかでやりたいですね。さあ次、まあこれは駿河屋、こっからもう駿河屋で自分で買ったやつかな。はい、坂芸まみれです。ウィーニングイレブン6、これは僕がね、初めて PS2 でやったウィーニングイレブンです。プレステ2と一緒に買いましたからね。いや覚えてるよ、この説明書も。でこれね、でゴン中山表紙ね。これほんとね、ずっとやってたし、まあ父親と対戦したりとかもしてたし、めちゃくちゃやったゲームです。幼稚園の時ですね。幼稚園年長かな。2002年のゲームだから、まあ年長だと思うわ。やってたね、ほんとね。これはやりて、なんかマスターリーグか、まあワールドカップのモードをちょっと配信でやるときはやろうかなと思います。次、まあこれはレースゲームですね。 WRC2 WRC Extreme 2、はい、WRC シリーズです。ラリーゲームです。なんか WRC シリーズ結構ね、グラフィックいいイメージなんだよね。でも割となんかもう表紙っていうか、この見た感じ結構完成されてるよね、グラフィックとかもね。挙動があとはどんな感じか楽しみです。 PS2 のラリーゲーム僕やったことないからちょっと楽しみですね。次また坂見えですね。はい、ウィーニングイレブン2008、ロナウドが表紙です。若かりし頃の。これは友達から借りてやってたなで、これ PSP 版の2008とセーブデータ共有できるんですよね。だから当時はそのまあデータリンク機能って言われてるんですけど、外出先では PSP でやって、家帰ってこのプレ2でやるみたいなことが可能でしたね。だからそのマスターリーグとかを出先でやって、出先、移動時間でちょいちょいってやったのをまた家の PS2 にも戻し、データ戻してじっくりやるみたいなことができたっていう、そういう互換性のあるゲームでしたね。一応ネットワークもあったみたいです。これはね、オンライン対戦できたみたいですけども、だまあ配信でなんかそういう機能を活かした配信とかやってもいいかもね。一回なんか交互にプレ2と PSP 版交互にやるとかね。第1話は PS 版でやって、第2話は PSP 版やるみたいなそういうわけわかんないやり方もおもろいかもしれません。はい、次言います。はい、坂ゲーです2006のこれワールドカップのゲームです。はい、 EA のゲーム。これ実は僕 PS2 版と PSP 版持ってて、360版もゲットしたということで全部制覇しました全機種制覇いらないですけどね、今度ね。ただ Xbox 版が一番グラフィックいいですし、まあ挙動も遊びやすいんじゃないかなと思うんで、まあ本格的にワールドカップモードとかやるってなったらちょっとこれでやろうかなと思ってます。 PS2 版ちょっと遊びづらいん で PSP 版もね、ボタン配置変えれないとかね、だるいんで、ちょっと多分360版でやることになると思います。次、レースゲーム、こちらフォルツァモータースポーツ4です。これ400円だったんですよ、ワゴンセールで。で Amazon とか見たら1500円ぐらいするんですよね。かなりお得だったんじゃないかなと思います。まあゲーム遊ぶディスクと、あとまあデータのディスク、コンテンツディスクが分かれてますね。これ僕実は持ってて、友達からもらって持ってたんですけど、こっちのゲーム遊ぶディスクが入ってなくて遊べなかったんで、まあ見っけたらまた買おうかなと思ってたんですけど、こんな安く手に入っちゃったんでちょっと嬉しいですね。これやりたいですね。はい、4はかなり評価もいい
し、なんか出来もいいって聞いたことがあります。はい、次いきます。プロジェクトゴッサムワールドストリートレーサー、これゴッサムの初代なのかな、まあ初代 Xbox 版ということで、 Xbox 版っていうか初代 Xbox のソフトです。これ互換対応してんのかな、一応なんかゲットしておきました。ちらっと見た感じ互換、その360で遊べるっていうのを見たんで、まあ遊べなくてもまあ保管用として買っときました。なんかあんま見かけないんで。はい、次いきます。次こちらです。はい、フォルタ3ですね、モータースポーツの。これハードオフで買ったんだっけな。まあ3も面白いでしょうね。3からリワインドが追加されたはずです。で、あの巻き戻せるようになったと。でかなり遊びやすくなったんじゃないかなと思います。これも2枚組です。トップギアとなんかコラボしたりとかしてるみたいです。まあでも4やる前に3なのかな。でももっと言うと僕は初代やりたいんですけどね。初代2、3って感じで、で順番にやりたいんですけど。はい、次いきます。こちらレジスタンス PSP 版です。報復の時、これもねずっと買おうと思っててね、買いましたよ。見かけたんで、なんか前は1000円とかちょっと1000円超えてたんですけど、安くなってたんで買いましたね。はい、TPS だったと思います。このレジスタンスは基本レジスタンスシリーズは FPS で3作品出てるのかな。いや、もっと出てるか、ビータ版も出てるか。でもナンバリングとしては3まで出てるんですけど、まあ外伝みたいな多分感じかなと思います。まあ TPS なんでこっちの方が遊びやすいとかあんのかな。でもなんか自動回復ないっていう話も聞いたし、その辺のなんかやっぱ昔のシューターゲーあるあるの難しさはありそうですね。さあ次 PS3 版のゲーム、 PS3 版っていうかね、はい、グリッドです。レースドライバーグリッド2、これ実は昔僕個人的に360版でクリアまでやったんですけど、配信でまたやりたいなってことで買いました。グリッド2かなり面白いです。まああのね、挙動はもうなんかほんと滑らして曲がるみたいな、まあニードフォースピード的な感じなんですよね。ニードフォーより若干グリップ感あるかなぐらいのほんと感じです。あんま大差ないような。でも非常に面白くてグラフィックもいいですし、まあ僕好みはどっちかっていうと、まあグリッド初代みたいな感じで、初代の方がまだグリップ寄りのレース、あのゲーム性だったんですけども、これはよりドリフトに振り切ってるような感じなんですよね。まあただそのドリフトチャレンジみたいなのはなかったような記憶があるんですよね、あのスコアアタックみたいな。なんですけど、まあドリフトで曲げやすいっていうので、結構その辺の爽快感はあるかなと思います。はい、あと破壊の表現とかがすごいリアルで面白いなと思います。これはちょっと配信でやりたいなと思います。で次こちら、ウィーレ2012だけ僕なぜか持ってなくてちょっと買っときました。多分どっかのタイミングで売っちゃったんでしょうね。はい、2012はですね、このシリーズ唯一のクラブオーダーモードっていう、クラブオーナーか、クラブオーナーモードっていうのがあってですね、まあ、フロントの人間としてチームを経営するっていうモードがあります。でそれをちょっとねやってみてもいいかなと思います。あの他のウィーニングイレブンではないモードなんで、このゲームだけのモードなんで、ね、ちょっといいかなと思います。次最後かな。はい、こちら、バトルフィールド3でございます。これはね、あのマルチがやりたくて買いました。 EF3 で、ね、PS3 版まだ人いるということで、で最近僕 PS3 でね COD の BO とかやってるんで、あれもね結構1000人とかいるとき2000人くらい人口いるんで、まだまだ遊べます。なんかね PS3 のやっぱ FPS がたまに恋しくなってやることがあるんで、 PF3 もまあにね、まだ人口いるってことで買いました。まあ、あとはキャンペーンもねやったことないですし、まあてか BF のキャンペーン僕一回もどの作品もやったことないから、ちょっとやってみたいなと思っております。はい、まああとはもう
ないよね、なんか。あと一、まあちょっと動画にしたか覚えてないんで、一応紹介で。これまあ、2、3ヶ月前にアマゾンでゲーム買いますよっていう、てか、なんかゲーム探します配信して、ちょっと買いますって決めた作品で、まあね、このラリースポーツチャレンジ、これを買いましたと。これ報告したっけな？まあ動画で上げてないかもしんないですね。とか、あとまあメダルオブオーナー、2010とかも買いましたし、まあそんな感じでいろいろ買ってはいますんで、まあ最近ちょっと配信頻度があんま高くないんですけど、まあね、ちょっと朝早いっていうのもあってね、あんまやる気しないっていう すぐ眠いんですよね、あとね。ちょっと横になったらもう気づいたら寝てたりとかするんでね。あ、ごめんなさい。あともう一本あったわ。これ。オーバーブラッド。これはちょっと何のゲームかわかんないで買いました。アドベンチャーゲームだとは思いますが。220円。なんかこれも、ちらっと調べた感じ面白いみたいなんで。そう、だからね、あんま配信できてないから、本当にね、ゲーム買ってるだけみたいになってるんですよね。まあ、ただちょっと無理のない範囲でね、またやっていきたいとは思ってますんでね、気長にお待ちください。まあ、あと土日とか、まあ、土曜日ちょっと仕事の時は、できませんけど、まあ、その金曜日の夜とか、あと、土曜日の夜だったり、まあ、その休みの前の日の夜とかは、またね、しっかり配信していこうかなと思うんで、よろしくお願いいたします。というわけで、すげえ、ほんと20本ぐらいじゃない？これね。かなりの開封をしてまいりました。まあ、なんか、開けてきた中でですね、見たいゲームとかあれば、ぜひ、お寄せください。まあ、すぐには、ちょっと反映できるかわかりませんけども、意見は、頂戴したいなと思います。では、ありがとうございました。お疲れ様でした。